クボタ・フジタロウが手掛けたオリジナルの庭園地図、クボタ・ガーデンはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市のレイニア・ビーチにある日本庭園。1927年に日本人移民のクボタ・フジタロウによって造営が開始され、以後改修が重ねられたもので、面積は20エーカー。現在はシアトル市が所有する公共公園であり、シアトル市公園局と クボタガーデン財団によって運営されている。クボタガーデンを造営したクボタ富士太郎は1907年に高知県高岡郡から移民した人物で庭師として働きながら独学で造園術を収め1923年にクボタガーデニングカンパニーを設立した。アメリカ北西部の自然美と日本庭園の技法の調和を目指したクボタの作品にはシアトル大学庭園や ベインブリッジアイランドのブローデルリザーブ、日本庭園がある。クボタは1927年、レーニアビーチに5エーカーの小宅地を購入し、庭園の造営を始めた。この土地は、クボタの自宅であり、クボタガーデニングカンパニーの事務所検定事情であると、共に造園に用いる樹木の育成場でもあった。クボタの事業は順調であり、その後も土地を買いました結果、 面積は20エーカーに達した。また、この庭園は、シアトル在住日本人、日系人コミュニティの社会的、文化的な活動のセンターとしての役割を果たした。園内の景観しかし、第二次世界大戦中、日系人の強制収容により、久保田とその一家は、アイダホ州のミニドカ収容所に収容され、4年の間、庭園はアレルに任された。久保田は、 翌流先でも、石庭を含むコミュニティパークを作った。戦後に収容所から解放された久保田は、息子の拓ととムと共に造園事業を再開すると、共に、この庭園を再興した。1960年代には400トン以上の石が運び込まれ、月山や滝が設けられた。1972年、当地での日本庭園の紹介と造園に努めたことにより、 日本政府はクボタに、君後陶水法省を授与している。クボタ藤太郎は1973年に94歳で、没するまで、庭園の手入れを続けた。その後、この土地は、コンドミニアムの開発にさらされた。これを危惧した地元の人々が、シアトル市当局に、保存のための措置を取ることを働きかけ、1981年に、市のランドマーク保存委員会は、 庭園の革新部分4.5エーカーをシアトル市史跡に指定した。1987年、多くの出資者の助力を受けて、シアトル市は久保岳から土地を取得した。その後さらに、シアトル市の緑地計画により、庭園内を流れる小川メイップスクリークの保護を目的として、庭園周辺の17エーカーの土地がシアトル市によって購入されている。 トムクボタ海遊庭園は1999年に造営され2000年に公開された。2004年にはジェラード・オツタカワの設計によって新しい門が建設された。クボタガーデン財団は1989年に設立された非営利法人でクボタフジタ太郎の精神と展望にのっとり、クボタガーデンの支援、信仰、永続にあたることを目的とする。 久保田富士太郎は庭園を公開して、アメリカ人の日本庭園への理解と評価を深めることを望んでいたという。財団は庭園への財政支援、ボランティアによる作業、出版物の発行を行っている。久保田ガーデンは市民に公開された庭園である。日中に開園し、年中無休である。学校の生徒、年配者のグループ、旅行者、庭園愛好家が多く訪問する。 見どころとしては、芝には、竹林、なる池や月山、トムクボ高いゆう庭園がある。庭園内には、八区、イロハモミジ、銀葉ヒマラヤスギ、欧州ウヒなど、様々な植物が見られる。ノースウエストの庭園巡りシアトルとその近郊をダッシュ junglecity.com はイド、watabcdefga1ijka、ショートヒストリーオブザ、 久保田ガーデン、久保田ガーデン、ありがとうございます。